だから力っていうのは皆さん物体に加速ですよね。スピード速度とあとは物体に方向を与えてます。なんで同じ力を加えてもこの加える方向を間違っちゃうとどえらい結果が出てきちゃいます。はい、皆さんこの丸を描くっていうことと逆カウボーイ投げはダメだっていうことを理解していただいたら、次はこの丸を描く、この丸の形に注目するっていうことがすごく大事ですね。丸の描き方2つあります。まあやり方によっちゃいくらでもあるんですけども、まあ大曲がりって2つです。こうじゃないっていうことですね。この丸の描き方って皆さんこうじゃないですか。横に回して横にですよね。大谷選手の丸の描き方ってそうじゃないんですよ。こう丸なんで後ろに丸を描いて前にポンって投げるんですよね。前に後ろに横から横にじゃなくて丸ですよ。これも縦丸ですよね。後ろに回して前にポンって、こういうことです。こうじゃなくてこうなんですよね。ここの理解って皆さんすごい大事ですよ。横に回すと腕は横に出てきちゃいます。横に。だけども我々はピッチャーですから目標物ってキャッチャーの前なんですよね。横に回して横に投げるんじゃなくて、大事なことは引っかいたら後ろに回して前にポンです。後ろに回して前にポンですよね。横には回さないです。ただしですよ、もちろんこれ内野手、野手でしたらこうなりますよね。取ったらステップ踏んでこのまま横回しですね。野手は横回しですよ。野手は横回しです。取った姿勢のまま、低い姿勢のまま横から横に力を加えてますね。こういうここで切ってください。ここ大事ですよね。まあ、サイドスローも横回しですよね。横に近いですよね。野手は横です。ピッチャー前に力を加えるんで後ろに丸を描いて前に飛ぶんですよね。皆さんここの理解もすごい大事です。一部動画とか YouTube で紹介していただいたことがあって、もう引っかいて丸描いてポンだけが紹介されてですね、大まかなこういう流れって一切そこには紹介されてないですね。なんでいろいろ質問をいただきました。電話とかメールとかで、なかなか電話とかメールでお答えすることって相当難しいし長い時間かかっちゃうし、実際この見せれないんで理解していただくことができないので、まあ大抵来ていただくか、まあ、あとは場合によっちゃ、まあ、そのまま勘違いしたままやっちゃうって形になっちゃうんで、概要だけ見ても絶対できないです。そんなやっぱりなかなか急にそんなパンとできることもないですし、ただ引っかいて丸かいてポンしてるだけじゃ投げれないですね。横丸と普通の後ろ丸の縦丸があるんですね。こういう回し方じゃなくてピッチャーの場合はこういう回し方ってことです。こうじゃなくてこうなんですね。前ですね。後ろに回して前にポンですね。後ろに回して前にポンですね。後ろに回して前にポンですね。横から横は野手です。なんでここ理解していただかないとちょっと正しい腕の使い方できないので、まずこの形なんだって覚えていただいたら、逆コアカウボーイ投げっていうのはここでアーム投げなんだっていうこと、腕にすごく負担がかかる、かつ遠心力入れてないですから自分の筋力だけで投げるってこと、ダーツ投げっていうやつですよ。こう来てこう来てこうじゃないんだっていうことですね。これを理解して
ただいたら次力の入れる方向ですよね。こうなのかこうなのか。ピッチャーの場合は前に加えますから後ろから前に。これを理解していただくと多分つながってくると思うので、ここでやっていただくっていう形になりますね。